かると怖い話。治療費はいりません。そういった実はこれ怖い事実が隠されてます。何でしょう。おお。あっ、うわ、寒い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 。知ってはいけない禁断の扉、気づいた時にはゾッとするでしょう。今夜あなたの知らない恐怖の世界へとご案内いたします。意味がわかると怖い話。意味がわかると怖い話。うおー、1回目だからどうやったらいいかわからない。何これ。こうです。あ、これで早いの。これみんな忘れないでやらないから俺ら。ということで始まりました、はい、新シリーズでございます。こわのいみっこわみたいな感じですかね。そうだね。あー、こわのいみっこわね。はいはいはい。まあ、で、僕だけがいいんじゃなくて3人ずつ毎回お話ししていきたいと思いますので。はい、はい、怖いもの好きの皆さんへのね、いい動画ということで。そうですね。やった新シリーズ、今日から大人気シリーズになっていくと思います。おー、いい。新シリーズ意味深ではなかったな。なんだ、意味こわあったな。言うんだよ、めっちゃ厳しくない。厳しくない。いや、1月サボってたから。違う違う。いいじゃん、サボりまん。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん。今日はですね、たつき、ターボ、京平、この3名が意味のわかるところへ話をしてくれます。おーい。で、まあ、ぞっざつみたいな感じなんで、聞く側の3名で投票して、まあ、優勝者も決めていくと。おー、じゃあ最初は京平さんからいきます。おい、お願いします。おい、お前大丈夫だよ、任せろ。ハモリがおかしい。ダメなやつの。分かってて、ダメなやつの一言。脳死の患者。ある夫婦の話で、夫が病気にかかりました。で、その夫は脳死、まあ、植物人間だったの。で、まあ、いっぱい管通されて、点滴つながれて、やっとの思いで生きながらえていると。でも昨日死んでしまいました。奥さんは夫の亡骸を持った時にめちゃめちゃ軽いなと思ったの、うん、すっごい軽い。あ、こんな辛い思いしたんだ、こんな痩せるまで辛い思いしたんだって思ったの、奥さん。で、その時に医者が来て、お疲れ様でしたと。治療費はいりません、そう言ったの。で、奥さんは経済的に裕福じゃない私を気遣ってこう言ったんだと、うんうん、泣きながらめちゃめちゃ感謝したっていう話なんだけど、実はこれ怖い事実が隠されてます。何でしょう。おー、何でしょうか。植物人間です。まあ、体が軽いってのはなんかありそうだね。ありそう、そこがね、うん、めちゃめちゃ軽かったのか。内臓を売られてるんじゃないかなっていう、だから軽いんじゃないかなっていう。正解です。おー、すごい。医者が勝手に臓器売買したの。うわー、そういうこと。だからめっちゃ軽くて治療費もいらないって言わずにね、奥さんに勝手に売買した。言わずにやっちゃったんだよ。うわー、これ実話なんです。こっちで奥さんは知らずに10年後にその事実を知って、めっちゃすごいっすね。訴えるっていう意味こわの話です。訴えたんだもん。訴えた。寒い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 っていう話なんです。そうですね、ゾウ。これだ。どういうことか。シリーズ一発目飾る素晴らしい話でした。じゃあ俺言っていいですか。じゃあ、オフ会。 A さんが主人公で、 A さん男なんだけど、 A さん自殺サークルに入ってて、やべえじゃん。自殺したい人が集まって、じゃあこの日に計画的に自殺しましょうみたいな、まあ、そういうのに入ってて、まあ、その日はオフ会で自分が過去どんなに辛い人生を歩んできたかっていうのをこうみんなで赤裸々に喋り合ってたと。で、そしたら一人めちゃめちゃ可愛い女の子が自分に話しかけてきて、その人が質問してきました、うん、どうして自殺したいのって。恥ずかしいんだけど童貞なんだと、だからもう辛くて自殺しようと思ってるんだって。そしたらその可愛い子が、そんなんで自殺しようとするなんてバカバカしいねって言って、うん、そのサークルを抜け出して二人でホテル行ってやらせてくれたんですよ。へー。 A さんはめっちゃ感動して、自分はなんて自殺したなんてバカみたいな考え方をしていたんだろうと、自殺のサークルだけど生きる気持ちがどん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 湧いてきたよ、ありがとうって言った、うんうんうん、そしたら可愛い子は、そうなの、それは残念ねって言った、うん、なぜ。わーすごいなこれ。考えさせられる。なんでだろう、この終わり方が絶妙ですね。意味こわはちょっと続々と急に終わりますからね。そもそもね、バカバカしいよみたいな否定側だったのに。そうだね、そうだね、初め否定入って、なんでそんな変わるのコラっていう。うわ、ちょうどええちょうどええちょうどええ悩むのか。超考えさせられる。なんだろう
女の子、女の人はもうじゃあホテル行きますと言う前にもうすでに家計の世界っていうか。やめんばよお前。映画の話を出してんの。すぐそういう映画の話するなよもう。いや俺分かったぞこれ。分かったか。分かったか。生きる希望が湧いて残念ってなったわけじゃないですか。はい、ということは、うん、死ぬよってことですね。女性がエイズに感染していた。正解。はい。まあまあ。そっか。だからその多分うつされたんでね。そうそう、可愛い子はもともとエイズうつされて、で自殺しようとしてたね。自殺しようとしてそこにいた。うん、なるほどね。でうつして死んじゃうね、君もみたいなことでね。そう、生きる希望湧いてきたって言ったけど、そうだし残念ね。うわ、死んでしまうんだよね。自殺するんだから死ぬんだから一緒でしょってみたいな、そういう意味合いで。そういうことかって思ってたんだけど、女性は最初ターボの体験なんかと思った。ちゃうわ、ちゃうわ、二十歳で童貞で死ぬこと悩んでたのかな。いいですね。いや、大変だよ。ここいいの2個続いてるよ、いいの2個。いいよ。いい流れだよ。いいよ。いい流れだよ。最後、たつきさんお願いします。はい。めいっこ。これ、ある女の子の話なんだけど、はい、その女の子、姉がいます。姉に子供がいるのね。その子供に PC のやり方を教えてあげたんだ。パソコンかな。そう。姉の子供が甥っ子ってことか。そしたら、ある時、その5歳なんだけど、5歳が PC 使ってメールを送ってきました。その内容が 6J5EOUNWW7.TODコンマ と書かれている謎のメールが謎のメールだね。これには深い意味がある。さあ何でしょう。一回書いた方がいいかもしれない。 6J。 まあでもね、この送られてきた顔はね、可愛らしいなと思ってありがとうっていう返信だけしたんだよ。まあ、頑張ったんだろうねって。うん、なんか頑張って送ったんだなぐらいじゃん。あそこ見てもいい？あ、いいよ。ガチガチに俺ら、うん、もう推理する、ね、推理してもらって。あ、こんなんだよ。じゃあこれ今回みんなと違って答え合わせはみんなでします。この文字のキーボード、はいはい、絶対ひらがなって横についてるでしょ、はいはい、それを読みながらボタン探ってみな。おお、まあ、ラ、ナ、イ、イ、見てて、で、や、る、から、し、ね、うわ、お前いらない、見ててるから死ね、っていう意味を5歳児が打ったんだよね。うわ、どういう生活したらそんな子に見ててやるから死ね。ちょっともう一個怖いとこ、そんな分かった、うん、見ててやるんだよ。ありがとうって返信しちゃってるから殺されんじゃん。そうだ、だからその後がどう、まあそうなっちゃって、ありがとうって送ってしまったがために。見ててやるから死ね。姉が殺意持ってんのかな、子供を通して送ってるみたいなこと。確か姉が、それめっちゃ、それ姉がぶっ殺すのを、だからこの子供が見ててやるから。でもこれ普通に考えたらやっぱ親っぽいけどね。エオウエンとかって、これ英語理解ありきの会話になってるじゃん。うん、ローマ字無理だよね、うん、ローマ字まず6歳理解しないでしょ。子供が偽装した風に見せかけてみたいな。そう、偽装した姉の殺人予告かもしれない。なるほど。うわ、怖い怖い怖い。うわ、俺が伝えたかった1個上言われた。多分ね、これがね、多分ね、動画見てる俺らの視聴者の気持ちなんだと思うよ。あれはね、これがなんでかさ、他人事じゃん。これは多分今皆さんと同じ気分を味わえてるんですけど、共有してるね。ホラーナイトとか出張とかは僕とあなたたちはちょっと気持ち違いますから。違います、全然違いますから。主観と客観がある。僕ちゃんなんか気持ちいいぞとかないですから。ということで、新しいシリーズですね、ゾッとする意味コアシリーズということで、これから定期的にやっていきたいと思いますので、皆さんチャンネル登録がよろしくお願いします。え、ジャッジしてくんない？あ、そう、それ、それ、それ、あ、そう、それ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 、1回目なんでね、ちょっと忘れてましたけど、じゃあせーのでいきましょう。はい、せーの。おっと、俺1票、恭平1票、恭平2票。恭平でしょ。じゃあ MVI ですか。 MVI いけてない。 MVI いけてないじゃない。自己紹介、自己紹介、違う、違います。 MVI は脳死の患者という。あー、怖かった。初代王者、やっぱりまず一発目で破壊力すごかったし、そうだね。何より実話っていうアフタートーク、あれ一番ゾッとしました。それは素敵ながらあれだけどね、こいつのトークでその怖い空気が一気に作った。
めっちゃ嬉しいやん。めっちゃ嬉しいやん。まだふわふわしてる中ね。ということでですね、このシリーズは、まあ僕とかターボーだけじゃなくて、まあみんなお話しして戦うというね、ちょっとする企画なんで、はい、ツイッターの方に、誰でもいいです。もうこの人に話してほしいっていう人に、はい、リプで耳コアのね、お話をちょっとリプでもらえれば、僕たちもしかしたらお話しするかもしれませんので。はい、あ、いや、めっちゃチーム戦みたい。うん、チーム戦かっこいいね。いいよ、いいよ、俺チーム勝とうぜ。俺チームぜひね、皆さん強力なお話をお待ちしております。いや、本当にありがとうございます。それでは次の耳コアでお会いしましょう。バイ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 。うっとうしい。